あ、始まりましたね、録画。どうもどうも。東京とかそうです。東京から新幹線で声来ていただいた。はい、うわー、すごいな、これはまた偉いことになりましたな。で、この本で導かれてですか？じゃないですね。YouTube で。YouTube でご覧になっていただいて、はい、来ていただいた。はい、そうですか。で、古代の電話では歴史がまあ知りたいと、うん、あ、そうです、いうことで、で、古代の歴史といっても、まあ、いろんなのがあるんでね。で、なんかこう、着物姿で来ていただくと珍しいんですよ。で、なんかどういう仕事をされてるのかな。あの、本書いたりしてます。本書いた、作家、はいはい、あ、作家の先生ですか。これはもうすごい。え、館長です。このカメラさん、カメラさん館長。あ、私も放送局に勤めてました。どこの放送局？リポーター、大分放送。あ、そう、九州。九州。いや、私京都。すごい。キャメラマンで、で、はい、報道記者で、放送記者で、その後テレビディレクター、ラジオディレクター、うん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 、プロデューサー、丁寧になって辞めました。へえ、すごい。ああ、そう。よろしくお願いします。それでね、まあ、地元の、ね、人たちと一緒にね、まあ、ここがね、竹取物語の、まあ、里やないかなということで、30年の前から研究してたんですよ。で、実際にはこの稲作民族の源流というのがあるでしょう、ここにね、うんうん、これが私のまあ専門なんですよ。うん、これがね、うんうん。だからこれを研究してて、その世界の民族、日本の民族に非常に興味を持った。うん、だから日本のルーツはどこかというのを探し求めて、うん、国内、いや、奈良、大阪、京都、滋賀の神社仏閣見て回り、さらに暇を持て余して。休みを夜に空港を立ってですね、朝に早朝帰ってくるという、それで世界60カ国回ってきたんです、うん、で、日本の文化が世界の最初やないかということが分かって、このシリーズ1から5の本をまあ書いたわけですね。これね、ここに書いてある、うん、これね、うん、1から1、2、3、4、5と。で、この1が竹内文書、うん、ね、うん、で、2が武大陸、うん、五色人ね、うん、それから3が不二王朝、うん、で、4と5が集大成版で、うん、竹取物語、かぐや姫の暗号、空海が作者で、5が、何やったかな、竹取物語の真意、うん、作者空海の真意というのを書き上げた、うん、これ800ページかい、一冊が。これ書くの大変やった、うん、去年に 4の10月シリーズね、で、今年の3月にシリーズ5を書き上げた。本当はこれ一冊で書く予定あった。とらこれ合わせた1800ページなの、そんな本ないでしょ。広辞苑よりも分厚くなるから、で、分けたんです。まだ時間かかった、うん、これ集大成版が出来上がった。もちろん竹取物語の現代稿というのは、そこにあるように、これはもう博物館を作る前に書き上げたんですけどね、学芸員とか国分の方たちの協力を得て、で、一番左側の京田原の史跡探訪というのは、これは郷土史会のね、京田原の郷土史会に入って理事で、いろいろと毎年各地域の歴史を調べていって、一冊の全て完成した暁に地名研究会にも入って、地名の分野も入れ込んで一つの本にした、うんうん、で、現代は博物館建てて、こんなわけのわからん博物館を建てて道楽した。すごい、あの仏像面もすごい。ああ、お邪魔していいんですか？どうぞ。ありません。まあ、入り口にも瑠璃子さんが書いたね、豆本があるんですけど、ここに最近書いていただいた瑠璃子さんの国際絵本画家の方に書いていただいたんです。絵巻物、竹取物語。金銀で光るね、うん、
あれ物語も読んでおられるんですかね。はい、ああここにね、うん、お釈迦さんが出てきたりね、うん、竜の首の玉を取りに行ったりね、うん、今竜神信仰、竜が降りてきたんですよ。で帝も求婚してね、で最後にあの駿河の淵の山で昇天するという、うん、まあ物語ですね。で原文に日本最古の原文の今全巻が揃ってるのがこれなんですね。これが本当の本文なんですね。これは天理図書館にあるんです。これが一番いい本とされてるんですね。他の本は全部なかったりね。でこういう竹から生まれてくるとかいうのはこのインドネシアのところでもこういう竹から姫が誕生とかね、男の子が誕生とか、男の子が多いんですけど外国は、いう話は昔からあるんですね、うん、それはおじいさんおばあさんに語り継がれて、うん、そういう竹から、不思議な竹の空洞から、うん、どちらかというとあの女性のね、まあ、子宮から生まれてくる、空洞から生まれてくると子孫が竹の中に備わってるという、まあ、そういう発想は外国にもあったということで、竹文化の照葉樹林文化、まあ、インドからネパール、東南アジアにかけては竹が有名ですからね、まあ、そういうところにあったということがまあ分かってきたということですね。でここがまあ YouTube とかご覧になっていただいたら、これ何回もお話ししてるので、うん、水仁天皇の妃の一人にかぐや姫と、うん、でそこに大続き足りねえの巫女がおって、うん、大続きは続き軍であり、ここの場所であると。山城の大続きマーカーがいるので、うん、まさにここ間違いないというのが文献学の門脇定理先生によりまして、うん、ここが間違いないということが分かり、古古学のこの京田辺の同志社大学の森光一先生ですね、うん、実話なんですか。あの実話を物語にしたんですね、うん、架空ではないんですね。実話を昆布だし空海が、うん、物語にしたんですね。もちろんかぐや姫の物語というのははるか昔からあったんですよ。かぐや姫というのはね、うん、おじいさんおばあさんに語り継がれてきてる、それを起承転結という形でやったのが、うん、あ、なるほど、昆布だし空海なんですよ、うん、だからこれを皆さんあんまりご存じないですね、竹取物語というのはね、うんうん、これをまあご覧になっていただくと、うん、この竹取物語構成要素、うん、かぐや姫の誕生はですね、竹中生誕説は、竹取沖縄の長者だ、お金持ちもお金持ちになる、地風長者説は富が栄えるね、うん、それから3つ目は妻どい、5人の貴公子が求婚にやってきて、求婚難題説は難題を出してね、みんな退けるんですね。そして帝のみゆき、帝の求婚だ、帝も求婚に来る、その後かぐや姫の昇天が始まるということですね。昇天説は、羽衣説は、白鳥説はがここで出てくるということですね。で最後に伏見の山、駿河の伏見の山へ行って燃やしてきなさいということで、地面起源説は、仏性説は、地名語源説はというのが重なって、起承転結というのが竹取物語。かぐや姫の場合はこの妻どいが3人であったりね、それから帝が出てこなかったり、出てくるのもあるんですけど、富士山のこれが出てこないね、最後ね、かぐや姫は違う、違うんだ、これ皆さんご存じない、はい、ああだからジブリの映画もご覧になったんじゃないかなと思うんだけど、あれは富士山が出てこないでしょ、うんうん、違うんです。この中に作者昆布大師空海の思いが秘められてるんですよ、この起承転結の中に。世界最古の物語でありね、昆布大師空海、偉大な昆布大師空海がその物語を作ったということが分かった。これらの本をね、先の本もありましたけど、それぞれの展示が五人の貴公子のシーンですね、うん、仏の民衆の八、
うん、そこから倉間中の御国の宝来の玉の枝、今宝石こすごい持っておられる、うん、こう玉の枝、うん、宝来の玉の枝ね、ひねずみの皮衣、うん、これは何かというのは未だに分からないんだけど、うん、品にあるひねずみの皮衣、うん、燃やしても燃えないひねずみの皮衣、それから4人目は、うん、竜の首の玉、竜にある首にある光る玉ね、うん、それから磯の神丸太りの小安貝ですね、つば九郎の小安貝、つば九郎、つばめ、渡り鳥と、うん、神戸の祝福会はお母さんはイスラエルのユダヤからやってきた原始キリスト教の信者であり、ユズキの君だった、だからつば九郎、渡り鳥、里帰りしてきたイスラエルからね、という方が最後に持ってきてるんですね、最後にね、まあ、詳しく説明してると、まあ、夜が明けてしまうんですけど、それだけでもほとんどできないんですけど、まあ、ごく簡単にそれ詳しいことはまた本でねお買い求めいただいてお読みいただいた方がいいんじゃないかなと。でここがなぜ竹取物語の里かというのは、この鏡ね、この1世紀の鏡がこの山の伊能岡山古墳で見つかってるんですね。ここに最近分かってきたことなんですけど、聖徳太子がいた、山城の上の王子もいた、で分かったんです。ドアの箱舟の場所でもあり、神武天皇がやってき物の部氏が来て、その後神武天皇がやってきて、物の部氏から神武天皇に位を譲った、その後の歴代帝もこの山城という地で育ったということが、まあ、分かってきたということでね、ここは竹のまあ製品ですね。あと帝の兵士大隅隼人の人たちがですね、最後のラストシーンで次から持ってきた不老不死の薬を帝に言われて、燃やしてきたんです。この美しいかぐや姫の世の中に、かぐや姫いない世の中に長生きできてもしょうがないから、駿河の不死の山へ行って燃やしてきたんです。当時駿河の不死の山は煙が上がってたんですね、平安時代に。平安時代にできましたから。で帝が命令して、大隅、京田辺の大隅隼人、都の兵隊ですね、いた人たちによって駿河の不死の山へ行って、燃やして物語は終わるということですね。ところがその不死の山は実際は京田辺にある不死の山、神奈山だったということが分かってきてるんですね。この神奈山は古代目岳、遠岳が陰と呼ばれる、だからとんがった山というのは、いろんな日本にもたくさんあるんですけど、信仰の山がここが一番古いんじゃないかなと、いうことが、まあ、分かってきたということですね。まあ、ここまでが、まあ、竹取物語、作者は空海向こうの本になるんですけどね。で、まあ、この上の方にはこの山城のね古い歴史が、まあ、分かる地図なんですよ、これね。で上に塔があるんですよ、五重の塔、はいはい、あの五重の塔がシュメールからやってきた自中和尚によって日本最古の五重の塔と言われているんです。あるんです、自中が奈良のお水取りの実中もしもやってるんですが、ここが大見道府源寺の方が古いんです。その後に東大寺のお水取りが、まあ、始まってるんですけどね、うん、まあ、それほどここの地域がまあ古いというのは南国ですからね、うん、古代の歴史が、だから日本は世界文明の発祥地になるんです。本を書きました。学会認めませんよ、 YouTube 認めませんよ、東大は認めませんよ、みんな学者全中書いた本、今までの本すべて抹殺、うん、紙切れになりました、うん、紙切れ、今までの歴史ほとんど紙切れなったよ。であと邪馬台国も興味あるかな、邪馬台国、かぐや姫、まあ、あなたがかぐや姫みたいな感じだから魏志倭人伝の邪馬台国は徳之島ですよと、うん、徳之島奄美大島、うん、これ分かった、もう確定です、うん、この地図ね、うん、で一番のこの一文言うて、こう下から3行目ね、未曽ってあるでしょ、うん、己の曽、未曽、うん、未曽に葬るんです、
55分か55分の位置に葬るのが未葬なんです、うん、これ学者の連中全部知らない、この訳し方が漢文全部訳せてないんです、都合の悪いのをほったらかして訳しとるんです、だからそういうことな、うん、であと、まあ、あの中国人が書いた地図も 和というのがあるんですけどね、和のあるところは奄美大島なんですよ、和国でしょ、卑弥呼の山大国は。もうそれ解明できた、卑弥呼の遺体も見つかってます、シャーマンも野呂豊さんも見つかってますからね、うん、まあ、これ詳しく言ってるともう日が暮れますん で、うん、でここが日本とユダヤの関係ね、うん、遺体が見つかったんですか、卑弥呼の遺体、これ卑弥呼の遺体、そう、卑弥呼の遺体、うん、あれじゃん、そう、ちょっと今ここにガラスケースにも入ってるでしょ、卑弥呼の遺体がね、あれ卑弥呼さん、姫ハブが守ってたんです、姫ハブが、うん、ハブおるでしょ、ここ右のハブ、はいはいはい、姫子の像もあるからね、うん、でシャーマン、ノロユタ、ジョフクは、ジョフクも来てる、真の仕事で命令を受けてジョフクがね、うん、不老不死の薬を取ってきなさい、竹取物語に関係してるでしょ、でこの像があるんですか、うん、これはまあね、あの、うん、中国からやってきた、まあ、そういう人たちの像もある、うん、ジョフクがやってきてる日本にね、でジョフクは日本の世界、日本の各地にまあジョフクの伝説があるんですけどね、うんうんうん、最終的には富士山まで行った、うん、あれは東北まで行ったという話もあるんだけど、まあ、それは置いといて、うん、まあ、ジョフクが真の始皇帝という命令を受けて不老不死の薬を探してきなさいということで行ったんだけど、実際はジョフクはあ、そんな不老不死の薬がないから探しには行ったんだけど、もう帰ってこなかった、そうです、ギネスブックに載ったんです、徳之島の泉茂千代さん、なんか聞いて、聞いたことある、はい、ギネスブックに載った人、ギネスブックに載った、世界最長老の人、うん、だから不老不死の国や、うん、はあ、だからあの影姫も不老長寿の薬を月からの使者が持ってきたんですな、うん、ここは日本とユダヤの感じ、私この前イスラエルに行ってきたんですよ、ここはイスラエル、イスラエルでシナゴーグ見てきましたか、シナゴーグ見に行きましたか、あ、見た、これ日本の神道の神社と一緒の形でしょ、現地説明がいいですな、知らんから現地の説明は、うん、これ日本のユダヤは日本の神社なんです、日本の神社の人たちが行ってね、ここにシナゴーグを作ったんです、へ、ユダヤ教、ユダヤ人は元日本人なんですよ、本当のユダヤ人は黄色人種なんですよ、うーん、偽のユダヤ人は白人なんですよ、うん、アメリカのロシア領とかのね、うん、今悪いことばっかりしてる、うん、これみこしあるでしょ、こんなみこし見たでしょ、みこし、アーク、イスラエルとアーク見てない、アーク見てない、まあ、説明しないかな、うん、今の人は、うん、アークは日本のみこしなんですよ、4人で担ぐでしょ、アーク、え、弥勒菩薩と何の関係があるんですか、弥勒菩薩は、うん、あの聖徳太子、京都の聖徳太子、聖徳太子の、まあ、お寺ね、弥勒菩薩像、はいはい、あれ指ポポってやってるでしょ、うん、三位一体表すんです、うん、へ、イエスの、イエスの三位一体表すんです、あの指は、うん、うん、だからイエスは日本に来てたんですよ、空海も原始キリスト教の信者で三位一体の説を述べてたんです、だからキリスト教は奈良時代に入ってきてたんですよ、うん、聖徳太子は神道とキリスト教と仏教と全部備わってたんですね、うん、まあいうことですね、日本の神道、あ、こっちライトつけてないな、ちょっとお間違いね、うんと昆布だし空海の、うん、その展示は向こうになるんでね、それであのこれからそっちの説明いたします、はい、まあ、ちょっと元総理の、あ、羽田さんは、羽田さんは、え、羽田さんも二十歳なんですか、
まあそうですね、イスラエルからやってきてたと日本人がね、いうことを述べておられるのね。え、そうなんですか。うん、そうなんです。日本人はイスラエルからやってきてるんですよね。まあ、元日本人はが向こう行ったんですけどね、我々の祖先はユダヤ人ですよということを、この述べておられるんですよ。だからダビデの星、日本人がユダヤの本当のユダヤ人なんですよ。で、12種族いたでしょ、10種族と2種族、それが迫害されて海外行きましたわな、日本にやってきてたんですね。いうことは、イスラエルに行かれたら珍しいね。あ、そうなんで、ここがね、コブダシ空海のね、展示してるところなんですよ。で、コブダシ空海に愛する人がいたと。そこに写真あるんです。この方ですか。その方。へー、神戸のね、観音寺。で、空海はまあ中国に行きましたな、遣唐使で。で、空海は日本の人なんですか。空海日本人。お母さんは原始キリスト教の信者であり、イスラエルからやってきたユズキの君なんです。シルクロードを伝って、で、その桓武天皇とユズキの君の阿古屋御前との間に生まれたのが空海、生まれた場所はこの山城、ここってことが分かった。学会では認めませんよ、学会なんて嘘ばっかり言ってますから。空海が書いた雑対書、はい、これそれぞれなんか動物がおるでしょ。わー、何がいますか。鳥、ツバメ、ツバメ、はい、あとここに人がいる、人がいますね、はい、人と見たら字が見えない、それ絵文字な、何の漢字に見えますかと。龍、そう、龍ですよ。さっき出てた人、5人の技巧士の中で龍の首の玉を持ってきてくださいって。はい。龍。はあ。鳥でしょ。鳥。鳥でも何の鳥ですか。ツバメ。ツバメ。ツバクロの小安貝を取ってきてください言ったでしょ。はい。ツバクロの小安貝は中国では貨幣として使われていた。だからこれ見ただけでも作者は空海。ここも。そう。これ宋のごとし漢文ですわ。松ね。小安が多いでしょ、ツバメが。だから空海はこれらにものすごく興味を持っていた。だから、作者が小林空海や竹取もなかったということが、まあ納得できるわけで、こちらは五図天皇ね、五図、牛の頭と書いて、これはペルシャのスサノオの御事、ペルシャのスサにいた王の御事、スサノオの御事、現在五図天皇に直してしまってるんで、五図天皇をスサノオの御事にしてるんですけど、これは京田辺にある土神社。ここにヘブライ人がやってきてたという証拠、土神社にね、古いでしょ、ここ。まあ、その他いろいろね、これはダキニシデルとかね、チベットのね、まあ、これは説明すると長くなるんでやめますけど、まあいうようなことが分かって、こっち後ろにあるのがこの玉井宝泉さんが書いたこの襖絵、これは別館にはもっと素晴らしいかぐや姫の間がありますから、また後から見に行けますけどね。そしてこちらにはこれまあ外国の方はあまり興味ないでしょ、メキシコは日本人、生贄の儀式とかね、やってた人たちがね、はい、カレンダーね、それからマヤ文明ね、はい、から日本の縄文人がね、これ宇宙へ飛んでいたということを表すし、外国にも竹取物語の作品があると、人たちがまあこれ真珠湾攻撃で、まあ世界と平和展というのをやってるんでね、まあ、こんなん興味ないでしょ。日本の広島の原爆あるでしょ、原爆ね、はいはい、原爆、はい、あれは飛行機のエノラゲイから落とされましたか。ん、エノラゲイから飛行機から落として原爆が爆発した言ってるでしょ、うん、あれ飛行機落としてないんですよ、地上に置いたやつから爆発しとるんですよ。だから歴史はもう嘘ばっかりですよ。
いうもんですよ。これアウシュビッツのこれご存知ですかね、ドイツの、はいはい、これたくさんの何十万人の人を殺したらなってるでしょ、うんうん、あ全部嘘、嘘、そこのちょっと遺体の写真がめちゃどっか行ったんですけどね、はい、あの何十万人殺されてた証拠を表す、うん、ここのアウシュビッツ博物館があるんですが、資料館が、うんうんうん、そこに出てる写真に、うん、病気で亡くなったね、うん、ペストかなんかで亡くなった人の衣類を、うん、焼くところをですね、人間の遺体に変えてこんだけの人間を殺したと、毒殺したということをやってる証拠の写真があるんです。だから実際元の写真があるから、衣類だけしか写ってない、それを書き換えてこんなことをやったというふうに騙し取るんです。ひどいもんですよ歴史は。まあそういうようなことでね。で神社とか興味ありますか？うん、あります。ああ神社、あんな神社見ありますかな、うん、かぐや姫神社がね、はい、あのこんな話してると友人が神社を持ってきていただいたんですよで、まあ、お参りちょっとしていただいていろんな願い事も叶えますから。あらいいんですか？はいどうぞどうぞ。かぐや姫、まあかぐや姫神社って言ってますよね。ああ、まあいろんな願い事がね、まあ叶えるんじゃないかなと。竹の鳥居なんですよ。これが、ね、蓬莱地区ね。蓬莱地区、蓬莱山にある竹、金明地区ね、光輝く金明地区、黄色の色をしたね。それともう一つはね、はい、ここにそのこれがあるんです、有名な。あ、おもかる石ご存知？はい、うん、このおもかる石、これね、うん、ものすごい古い石なんです。うーん、石器時代の地球のマグマから上がってきた。へ、重いんです、ものすごく。これね、うん、書いたんでしょ、一礼して手合わせ、うん、願い事を託して軽くなってくださいと持ち上げると両手 で、うん、で軽ければ願いが叶えられる、重ければ願いが叶えられないという、うん、重軽い石なんです。なんか願い事をされたら、重かった重いとね願い事は叶えられない。でもこれから努力すれば、はい、まあ、願い事は叶えられると、はい、まだ独身でしょ。な、結婚してます。あ、結婚してんの？あ、そうなん、まだ若いな思ったらそうなんか、どういう願い事か知りませんが、あんまり人に言うとあの実現されない場合があるんでね、うん、まあいろんなね、あの新聞社にねもうアホード取り上げていただいたんですよ、うん、まあ、郷土司会でやってましたんでね。でまあもう展示しきれないだけの、うん、もう資料がね、うん、ございましてね、うん、ああ、まあそれがまあここに並べてあるとい、うん、うとでございましてね、うん、どうですか、面白かったですか？うん、面白いです。ああなんか特別なところなんですね。うん、特別と言いますと、この地域、この地域、ああもう古いですよ。うん、ノアの箱舟の頃にあった場所ですから、世界の歴史の発祥地ですよ。うん、邪馬台国ですから、卑弥呼、卑弥呼もおったわけですから。うん、ノアの箱舟でしょ、物の部氏もありますからね。世界最古の文明の発祥地じゃないかなと私は言えると思うんですね。これあのこれ興味持っておられるんだなんで、うん、マヤ文明、うん、日本人なんです。メキシコのマヤ文明は日本人なんですよ。日本人がいて作った。これピラミッドがあるからね、マヤの、うん、
マヤ文明、はい、生贄の儀式なんかも昔やってた、うんうん、これ詳しく話してるとまあ大変な時間かかってしまうんであれですけど、時間はあるんですか今日は。はい、ほどほど。ああ、そうね、はい、うん、まあそんなことでね、はい。